地中の仏。けだし地中の仏にては、このにてははどうもない方がいいですね。けだし地中の仏、水槽は雲をなし雨をなし、イカ土をなし雪をなす。もともとにてはありません。ここで切るんですけどね、動植はその間に並び立つ、宋は日の剣を迎えて春をなす、初は日の熱に応じて夏をなす、栄は日の剣を送りて秋をなす、秋は地の間に和して冬をなす、春剣は越して温め、秋涼は借りて祝す、加熱は薄して蒸し、熱は達して凍る、冬寒は達して凍る、九条は貴重す、祝祷は起伏す、呼吸は抽選を隠す、干渉は呼吸を覆う、天は運転干渉して、地は極と中とを定む。これは中が赤道ですね、極は両極です。極の一直はすなわち呼吸の理なり。中の一線はすなわち統制の炉なり。熱唱は中に巡りて走る、寒気は極によりて引く。極にては日の誠意を施すの地に陶器を持って、しかして修練の木を押す。中にては陰の修練するの地に陶器を持って、しかしてうつ発の鬱発の仏しむ。中体は堅固にして生物万足の地をなす。極化は寒宿にして万物閉塞の書をなす。地の寒熱を分かつところなり。大仏においてはすなわち地位を天に達すればすなわち量なり、天院を地に収めればすなわち寒なり、天陽を地に温むればすなわち温なり、地陽を天に移すればすなわち熱なり。ここはもう大気の熱循環のことですね。一気一物一動一静、物なるものは動に熱し血に関す、気なるものは立つに量し打つに温す。ここにおいて天はすなわち天量にして日を吹きて熱す。日を吹きてっていう、すごいことを書きますね。まあ太陽風発出してますからね、吹いてるんですよね。日を吹きて熱す。地はすなわち地温にして水を有して冷す。ここをどうするかですね。この下に持ってきてもいいんですよね。そうするとここも下に全部来ることになる。下にこう並んでしまうんですよね。それがいいかどうかは分かりません。例えばまあこんな風になってしまうということですね。これがまあここにこうやって、これもいいかもしれません。ここまでですね。祝祷は どうでしょうね。棒31、
しょう。こうした方がいいかもしれません。と。で、この間がコピーでどんなもんでしょうね。これやってみないとわからないです。して、祝祷はここまでですね。こういうふうにした場合、どうでしょうね。まあこうしてみましょうか。で、7分になりましたね。聖なる者よりしてこれを見れば、すなわち期待はにならず。そなる者よりしてこれを見れば、すなわち期待は、そよりじゃなくて元より。より別なり、期待はおのおの同志を打す。八州配給は同志の字なり、ゆえに寒熱温冷なるものは気なり、同性の性よりして現るゆえに。気はどうなればすなわち達して霊なり。ここは熱循環ですね。大気の熱循環のことを言っています。悩ましいですね。ここからいきましょう。木はどうなればすなわち達して霊なり、性なれば すなわち女して恩なり、体はどうなればすなわち牛して熱なり、性なればすなわち食して寒なり、木動けばすなわち体とどまるものは天地これなり。ここにおいて天は道にして霊なり、地は死にして寒なり、同性の寒は同期愛わす。体動けばすなわち気持するものは日相これなり。ここにおいて日は道にして熱なり、相は性にして恩なり、同性の寒は同期愛わす。地は生にして寒なり、すなわち日は道にして熱なり、天は道にして霊なり、すなわち地は生にして恩なり。錯綜すればすなわち各気は相交わる。天なるものは虚にして道なり、地なるものは実にして生なり、虚実に対するものは道生なり。日なるものは性をもって動くゆえに熱なり、天なるものは気をもって動くゆえに霊なり、地なるものは質をもって生すゆえに寒なり、地なるものは気をもって生すゆえに恩なり。ゆえに天道知性よりすれば、すなわちその気は寒冷なり、日道創生よりすれば、すなわちその気は温熱なり、同性の分なり。ここをもって日は仏をこすれば、
すなわち時期前天にして、しかして風来は驚かず、その木はこんだくうつ状して浮けば、雲は塞がり、雨は潤う、水は湧き、海はあふる、草木は土調す、花は発し、はわしく、鳥獣は自備して、毛は改まり、羽はセンス。センはどんな意味でしたかね。これ意味が取れるかどうか、出てこないです。これは長官寺緩和辞典で調べれば、ウィンドウ長官寺で小物箱で、文字検索、漢字検索出ましたね。意味が出てこないかな。文字情報線、この辺でもう緩和辞典の意味がですねポッと出てくると本当に便利なんですけど、まあいずれそうなると思います。どこまで行ったかな。まあここから行きましょう。その木は混濁うつ状して浮けば、あ、ここですね、センスですね、結ばるものは解く、まあ、結ぶものなんですけど、よく揃えました。集まるものは三図、秩するものは伊豆、要するものは脱す。ゆえに諸行なるものは、質はどうにして熱を薄するなり、質動けばすなわち気静すなり、気動けばすなわち物粛すなり。ここにおいて風評激強し、混濁不動するものは粛として治む。風評、風評、あ、なるほど、つむじ風、風、この氷がつむじ風のことですね。風つむじ風、激強し、激強はいいですよね。まあ激しく吹くことですよね。おそらく激しく吹くこと、強が出てきてますけど、激強が熟語で出ては来ないですね。混濁不動するものは粛として治む。雲は飛び、長雨は止む、漏は尽き、泉は枯る、草は死を抱きて死す、木は葉を出してどうす。まあどう、そんな意味があるんですかね、わらべっていう。わらべ、ちょっと意味が分かりません。まあどうすと書いてますね。まあ葉を落とした木の様子ですね。行く者は服す、現る者は隠る、流れる者はとどまる。これはまあ、あらわでしょうね。あらわ。あらわるるものは隠る、流れるものはとどまる。有するものは行す、観光なるものは体は性にして観を達するなり、恩は書の善なり、量は観の善なり、春秋は観書の功なり。なお今行の昼夜におけるがごとし、天気なるものは烈なり、地質なるものは宿なり、日なるものは延々なり、層なるものは苦くなり。ゆえに寒熱は天によると、いえども、しかも地もまたこれを薄す、ただ美人の稲荷、
美人の、まあ、ことでいいかもしれませんね。美人の、まあ、相違であるということですね。もし熱はただ日のみこれを打つといわば、すなわち下しまさに熱すべし、当時まさに寒すべし、しかるを今、下しを過ぎて熱すること進む、当時を過ぎて寒すること進む。あ、これ、大気の保温保冷現象のことですね。ここは、ここで27ですか。27。こうして、これを、で秋分春秋二分にして、音量はまさに等しかるべししかるに、春分は寒に勝らず、秋分は暑に勝らず、清楚は錯綜す、変化は真摯す。こうしましょうかね。で、こう下げるとですね、かやは時ありて、かやは時ありて昼より暑し、当日は時ありて夜より寒し、ゆえに その字は、もとより日に従うありといえども、もっぱら日に従わざる者あり、ゆえに、日退きて書は進む、日進みて勘は従う。日退きて書進む、日進みて勘従う。ですね、読みとしては。貝なるものは質のどうなり、ゆえに海上はすなわち気性にして恩なり、山なるものは質の性なり、ゆえに山頂はすなわち気道にして寒なり、山は日に近きをもって恩ならず、貝は日に遠きをもって霊ならず、各自に同性あるなり、ここをもって天の量と地の間とは同じからず、天はすなわち道をもって量なり、地はすなわち性をもって間なり、地の温と日の熱とは同じからず、地はすなわち性をもって温なり、日はすなわち道をもって熱なり、このゆえに九は湿道に和して熱なり、宿宿は気道に和して間なり、なかなか説明が難しいですね。湿道、これは動植物のことですね、おそらくね。動植物のことです。動植物の、まあ、動きというか、動植物の、その生活というか、生態ですよね。暖かくなれば動き出す、まあ、啓蟄とか、まあ、熊が冬眠から覚めてくるとかね、それに和しているということですね。気体の動静は寒熱温涼のなるところなり、日は仏を越してその字を始む、地はその字を受けて仏をなす、なお風唱え風和し、
訓令し信奉ずるがごとし。8755行で終わりましょう。